スウォンジーはイギリス、ウェールズ南部の都市。人口は226,400人で、ウェールズではカーディフに次ぐ人口第2位の都市である。スウォンジとも表記される。スウォンジーは18世紀初頭から同産業を主とする鉱山や金業の中心地として栄えた。スウォンジーの産業は1880年代に頂点を極めた。 第二次世界大戦終結までに重工業は衰退の一途をたどった。戦後数十年の間、スウォンジーも、他都市と同様、工業依存からの脱却と、第三次産業へのシフトが見られた。スウォンジー1を見下ろすシングルトンパークに、スウォンジー大学のキャンパスがある。スウォンジー大学の工学部は、工学設計問題を解決する計算手法に関する、 先駆的な研究を行う研究拠点とみなされている。物理学部は理論物理学とりわけ素粒子物理学と紐理論の分野での先駆的な研究成果で名高い。かつて1898年から1902年には市内のコンスティテューションヒルにてケーブル式の路面電車が運行されていた。スウォンジーのパノラマスウォンジーに本拠地を置くサッカークラブチームスウォンジーに 本拠地を置く、ラグビークラブチーム、ありがとうございます。